最近はでも本当にずっとバタバタしてますね。TikTok、 あ、嬉しい、見ましたか？そう、さっきあげた、本当は9時台にあげたかったんだけど、そう、10時台だけどあげました。ぜひコメントといいねとリンクコピーをよろしくお願いしますね。特にコメントといいねお願いします。お好み焼きはもう消化した？お昼の？そうで、さっき、今さっき冷凍パスタを食べました。なんか火とか使ってなんか作るのが本当にめんどくさくて そう、冷凍食品に頼りました。そう、レンジでチンして終わりって感じだから食べた。なんかたらこパスタですね。たらこの生パスタみたいなやつ食べました。パスタは生パスタがあったら生パスタにしてます、いつも。めっちゃ美味しかった、初めて食べたけど。お、サンキューサンキューテンキューさん、ピンクマありがとうございます。ピンクマ滝の汗かいたので帰宅して風呂場に直行でした。いや、そうだよね。わかる。滝の汗、私も滝の汗だった今日。なんかもうだから汗が鼻水に見えてないかめっちゃ不安で、踊ってる時にもうずっとこうやってやってた 鼻、口周りの汗をずっとこうやってやってた 嫌じゃない？だってちょうど汗がさ、こうやってたらーんってくるから鼻水みたいに見えるの。なんかいつもそうなの。だからこうやってやって「鼻水じゃないですよ」みたいな。そう、いつもイベントの時ほんとそうで、顔から汗かかない人がすごい羨ましいです。まあそのまね、見えないけどね、汗が鼻水みたいって、あの子鼻水出てるとかって分かんないよね、ぶっちゃけね。そう、ステージ見てる分には。そう、私こういうなんていうの、ここ周りを結構気にするので、癖でね、結構こうやってやっちゃうんですよね。まあでもまあみんな見えてなかったからよかった。
今日の衣装可愛かった、好きね、可愛いよね今日の衣装。よくでも夏ってあの衣装着ること多いんですけど、そう可愛いよねあの衣装。私はオフショルバージョンの衣装を着てました。でツインテールして、なんかこの間その仙台イベントでツインテールしてたじゃないですか。それがなんか親に結構好評で、えめっちゃ良かったよって親に言われて、なんかツインテールとかなんかその髪型で褒められるってあんまないんですよ。いやあるかもしれないけど、なんかツインテールでえ良かったって、そのなんか真面目な感じで話されたことなかったから、そうだからね、あじゃあ次もやってみようみたいな。そうこの長さだから、なんだろう、普通のツインテールとはまた違ったなんていう可愛さがある。そうでラインストーンもなんかフェスがいろいろあるのでちょっと楽しみたいなと思ってラインストーンをつけてますね。今回はここに2個つけました、ラインストーンで。なんか涙の形みたいなのがここに1個ついてて、そう最初なんか楽屋の隣が下尾だったんですけど、下尾になんかそのどういう配置にしようみたいに相談したの。そしたら下尾がなんかつけてくれる感じになってつけてくれたの、下尾が。あれは下尾がねつけたやつなんですよ。そうつけてくれた、上手だった、うまいです。そうで下尾にここに2つラインストーン、ここに1個ずつラインストーンついてたんですけど、それは私がつけました。お互いにこうやって付き合って、初めて人につけたラインストーン、今までつけたことなかった人に。だからなんかちょっと最初さつけれるかなみたいな、そう瞳ばあさんみたいになってて手が震えるみたいな。でもねうまくいった。ね、下をありがとう。シールなの？シールじゃなくて、なんか一回100均でああいうのが売ってるんですけど、ラインストーンが手芸用コーナーとかに売ってるかな。で100均でラインストーン買って、でそのラインストーンについてる糊みたいのを剥がして、剥がさないと多分肌が荒れちゃうので、そう剥がして、私はそれをなんか糊をつけるんだけど、まあ肌についても大丈夫な糊、アイプチの糊とか、私はつけまをつける時の糊でつけてるんだけど、そう、そういうのでつけてますね。そう。うん。そうそうそう、だから汗かいても取れないし、でも手でその普通にペリって剥がせば簡単に取れます。でもいろんなラインストーンつけてみたいなって思ってますね、いっぱいそのフェスがある中で。
そう、いろいろだから配置を変えてます、毎回。だから六本木アイドルフェスの時も、まあ、ラインストーンつけるので、まあ、どういうつけ方してるかなって楽しみにしててください。六本木はゴージャスな感じがいいと思う。ゴージャスな感じ。じゃあまぶたとかにつけようかな。ゴージャスか。確かに。なぎちゃんとなるちゃんってセットってイメージあるな。確かにね、なぎなるっていうね、まあ新芽とかも多いんですよね、曲とかで。でもなんか誰かのツイートで、なぎなるを見ると赤ちゃんに見えるみたいな なぎなるが2人だけでいるのを見ると赤ちゃんみたいみたいになんかツイートしてる人がいて それをなると2人で笑ってました。多分身長ですよね。私多分どうだろう、身長が低そうっていう顔に見える？顔だけ見たらなんか、あ、永井さんピンクマジュッコありがとうございます。なんかそう、顔だけ見ると身長が低そうに見えないよねって私はよく言われるんですけど、とか会った時びっくりされる、え、そんな小さいの？みたいな。よくびっくりされますね。なるちゃんは顔立ちも小さそう なるね。でも分かる、童顔だよね、かわいい、なんかリスみたい。ハマちゃんの「なぎちゃんは神推し動画久しぶりに見て泣いた でもハマ私推しメンじゃないらしいですよ、もう。なんか友達って感じで推しではないみたいなことを聞きました わかんないけど そう、まあ確かにいろいろ喋るようになるとそうなるかみたいな。そう 多分今のハマの推しはレミタンだと思いますね まあね、推し変というか友達に変わったみたいな。推しから友達みたいな。リラの推しメンはなぎちゃんだよ。本当に？嬉しいけど本当ですか、それ。ランリー私の推しメン、私の推しメンですか？え、エイトで今いるメンバーですね。私は下尾ですね。下尾みたいな顔面になりたい。すごいあのナチュラル美人な感じが、そしてあの天然さ。はい、私は下尾が推しメンです。でもレミタンも押してます 可
可愛いから可愛いからね。可愛い系で下尾ちゃんは綺麗系。なんか確かに自分、まあ、可愛い、なんかそのどっちかに分類されるとしたら自分はいつも可愛い系が多いので、なんかそうではない、ないものねだりなんですかね。その綺麗系に憧れる、綺麗系になりたいって思う、すごく。ひまわりがサマステと今日の劇場公演とタイミングが一緒だったの知ってた？え？超すごくない？それ、ひまわりサマステで始まった瞬間、公演でもサマステが始まってたってこと？すごいね、それ。奇跡やん。たまにそういうすごい奇跡起きるよね。なぎちゃんってチーム8ではお姉さんになるの？あ、でも、そうですね、真ん中のお姉さんぐらいですかね。全然年下のメンバーいるしね。でも私よりも年上のメンバーもいっぱいまだいますね。年上って言っても3歳上とか2歳上とかが多いですけど。なぎれみヒュー見てても同じ年にしか見えない。本当に嬉しい。今日は何の日企画、またやりますか？ねえ、やれば、私がやりたい日があったらやりたいけど、なんかスープカレーの日があったんですよね。でまだ来てない。本当はそのスープカレーの日撮りたかったんだけど、なんか一人でスープカレー食べに行ってなんか撮りたいなって思ってたんですけど、ちょっとなー、ねえ、いつだっけスープカレーの日って。でももう多分間に合わない。あ、過ぎてるじゃん。過ぎてたわ、22だったわ。あ、過ぎたわ。じゃあ来年に期待しててください。来年のスープカレーの日はあげようかな。じゃあ忙しくなければ、こういう感じの
ねるねるねるねの日とかないんですか？チークが日、チーク菓子の日。いや、絶対あると思います。チーク菓子の日を狙おう。じゃって言ってすぎてたらまあどうしようもないけど、7月19過ぎてるじゃん。え、なんで過ぎてるやん。なんだなんだろう。あとでもこのイベントが終わってからがいいな。ちょっとなんか、YouTube 撮りたいけどショールーム しなきゃみたいのを考えながら YouTube 撮りたくないから、なんかちょっと余裕ができた時に撮りたい。どうしよう。何の日があるんだろうね。ね、なんか今日は幽霊の日ってみんな言ってる。なんで幽霊の日なんだろう。お盆でもないのになぜ。編集って全部自分でしてるんですか？そうですね、もう自分でやってます。でもそんな凝った編集とかは全然してないです。超簡単な編集。更新頻度上げるんならなんかそんな凝った編集にこだわらなくてもいいんだなって思います、すごく。ミッサーがナギを描いてる似顔絵？似てますか？ミッサーの似顔絵や似てますか？私え、ハイライトのせいかお鼻が高く見える。本当に？嬉しい。じゃあずっとこの角度でいいよ。ずっとこの角度でいいよ。確かにこっち、なんかやっぱハイライトって大事だよね。ここでちょっとここの光を見て鼻高いってことでしょ。ああ確かに。今日はハイライトの乗せ方をちょっと、てか最近ハイライトの乗せ方変えてるんですよ。なんかこうシュッて入れるんじゃなくて、ここのここと鼻先の2箇所に点々ってハイライト入れた方がなんか鼻がより高く見えるなと思って。そう、ここにはねハイライトあんま入れない方がね多分いいんですよ。私の顔の場合はね多分って思いますね最近。化粧の勉強してるの。勉強してるわけじゃないんだけど、なんかあの流れてくる自分の動画とかを見て、なんかここに色味が足りないとかそういうのを気になったら、そこに一回色味足してみてステージに立ってみてっていうのだから繰り返しだよね。なんかそういうのってステージに立てば立つほどメイクが上手くなっていくみたいな感じ。上手くなるっていうかメイク
自分の顔のメイクが分かってくるみたいな感じ。でもあまりに自分のメイクしかみたいになると、なんかメイクさんにメイクしてもらった時の自分の顔がすごく違和感があるように感じちゃうの。そうだからいつもね、正直ミュージックビデオとかで、まあ、メイクさんがいてくださってメイクをしてくださるんだけど、迷う、自メイクでいくかメイクをしてもらうか、いつもね悩むの、どうしようって。やっぱ合う合わないも多分あるので、そう、うん、でもどうだろう、私ミュージックビデオで可愛く映れたことないんですよね、あんまり正直。そう、うん、あ、すごい韓国語いっぱい書いてくれてる、読みたいけどなんて書いてあるんだろう。え、あ、そういうこと。ミスターの似顔絵一番はナギでした。知りたければミスターに見せてって言ってみて、似てるよ。あ、なるほどね、気になる、ミッサーの似顔絵。うん、絵うまいのかなミッサーって。絵がうまい印象まだないけど、ミッサーの絵を見たことないな、まず。うん、わかる。七瀬はなんか絵がうまい、うまいっていうか、なんかね、なんて言うんだろう、特徴を捉えてそれを大きく表現するのが上手。なんかそう、特徴をすごく大きく表現して描くのがめっちゃ上手だからね、味があってすごいいい絵がね、そう、すごいよね。マギちゃん自撮りは上手くないけどたどりは可愛いよ。私もそれ思う。私自撮りね多分下手なんですよ。それすごい思う。だってなんか自分で自撮りした写真よりもなんかメンバーがこうやってさ撮ってくれて一緒に写ってる自分の方が漏れてるなって思うことすごい多いんですよ。めっちゃわかるよ言ってることね。いや、わかります。なんだろう、なんか、うん、自撮りって難しいですよね。うん、なるちゃんに撮ってもらうのが一番。あーね、なるはでもメンバーを撮るの上手ですからね。うん、今日の終演後のなるちゃんとの写真超可愛かった。嬉しい、喜んでくれてる。でも、ね、今日はなるとのツーショットをあげました。
なんかなるは広島で盆踊りを踊ってる動画見たんですけど、すごい面白かった。なんかなるが盆踊りを踊ってるすぐ下でファンの方がこうやってちょっと歩きながらなるを追ってカメラを撮ってるっていう動画が面白かった。シュール。でもね、そうファンの方が撮った動画がすごく素敵な動画になってるんだよ絶対。うん、なんか盆踊りチッケムみたいに出てましたよね。なるのチッケム個人動画。北海道には盆踊り、盆踊りでも北海道といえばなのかわからないけど、よさこいとか太鼓とかのイメージがある。私はね、うん、私はそう。でも太鼓はもう保育園、私保育園のイントネーション変なんだけど気にしないで、保育園の時は太鼓をすごいやらされました。なんかなぜか知らないけど、でなんか大きいホールでそれをみんなで披露してみたいな練習した。しかもなんかバチをちゃんとこうやって持たないと怒られんの、なんかそう、ちょっとでもなんかダラーンってしたら怒られんの。バチちゃんと持ってって、そうガチだった。なんかでもさあるよね、あの時なんであんなに怒られてたんだろうみたいな瞬間。なんかあと小学校1年生だ、1年生の時になんか授業中に授業してたので、ノートにさ文字書いてるじゃん普通に。で書いてて、なんか普通に黒板見てたの、持ちながらね鉛筆を。それでなんか鉛筆じゃあ置いてくださいみたいに言われて、で私鉛筆置いてなくて無意識に多分鉛筆を持ってて、なんか置いてくださいって聞こえてたんだけど、なんか自分が置いてるもんだと思い込んでたのね。でなんかさ、なんか本当にんって感じなんだけど、私鉛筆置いてくださいって怒られて、なんか鉛筆置いてって言いましたよねって。で私その怒る声のボリュームにびっくりして、なんかびっくりしてえみたいなパニックになっちゃって、なんか鉛筆置くことすらパニックになって忘れちゃって、ええみたいになっちゃって、あすいませんみたいになった。今考えたらなんでそんなになんか鉛筆を置かなかったぐらいで怒られてたんだろうみたいにすごい不思議に思う。なんかうん、まあでもね、そういう小さなルールを小さい頃にちょっとずつ守っていってっていうのって、まあね、育っていく上でなんだろう必要なことだと思うんですけど、びっくりしたもんだから。でもね、担任の先生は私すごい好きなんだけど、好きな先生だったの、優しくて、でもなんかびっくりしたの、その怒られて。そう、トラウマ、まあ、ちょっとトラウマだよね。びっくりしたもんだって。
まあ、癖の先生、癖ある先生っているよね。なんか大人になってすごい今笑い話なんだけどさ、まあ一つの思い出だからいいんですけど。うん。うん。でも本当に怒られると萎縮しちゃう私本当に。無理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 みたいな。うん。萎縮してもっと怒られるみたいな、ね、動けなくなって体が。そういうことよくありますね。あった。今は、うん、そんなないと思うけど。なんかすごい怒られた話ばっか思い出す今。やばい、なんで、なんか私って意外に昔怒られたことあるんだなって思った。あとなんか小学校何年生だろうあれ、でもちっちゃい時だよね。ちっちゃい時になんか外でマラソン大会みたいな走る系のなんか授業があって、体育の授業で、それが外だったんだけど、なんか多分風がちょっと強かったから、その砂を蹴んないでくださいって言われてたの。すごい砂を蹴ったらさ、その砂が目に入るから、風でファーって。でもなんか私そう、あの砂をちょっと蹴って遊んじゃったのね。そうなんかその注意を忘れて、それで怒られそうになった。怒られてはないんだけど怒られそうになりましたね。あ、やばいみたいな、怒られる一歩手前でしたね。それはでも私が悪い、うん。それは私が悪いですね。親からは何で怒られた。でも私親に怒られたことってあんまりねないですよね。なんかそもそもそんなに家で怒られるようなことする子じゃなかったから、なんだろうね怒られたことって。何で怒られたかな。覚えてない。覚えてないってことはそんなね、そんなにないないってことですね。わかんない、親は覚えてると思うけど、あれで怒ったなとかって。でもね、その手のかからない子供、そうなん、なんかあんまりイヤイヤ期とか私なくて、多分お兄ちゃんもないんですよ。なんかあれが欲しいってなっても、そのダメだよって親に言われたらもうそこで諦めるみたいな、なんかそういうタイプの子供だったから、どっちもね、私とお兄ちゃん、なんかそんなに手かからなかったよみたいには言われる。そう、よくないの、イヤイヤ期ないのって。そう、そうなの。うん、反抗期は分かんない。でもうん、でもうん、反抗期あったとしても私お父さんだな。お母さんにはそんなないの。うん、ちょいちょい家出してたけど、すごい、家出なんてしたことない。そう、
海道で冬に家出したら大変なことになる。絶対しないでください。はい、冬はもう本当にね寒い、雪で前が見えないレベルに吹雪くから危険。でもなんだろう、まあ、親はもう知ってるんだけど、なんか友達と親に内緒でイオン行ったこのエピソード可愛くない？イオン行った、ちっちゃい時親に内緒でイオン行ったのそう、え、何しに行って、普通遊びにだよ。プリクラ撮って駄菓子屋行って帰ってきたそうですね、イオン行ったかなそれが私の半日の、まあ、家出というんでしょうか、なんかそんな感じ。冒険だね、冒険した。うん、多分当時だったらなんかそんな一人でって多分ちょっと怒られると思うけど、当時隠し通したからね、今になって分かって全然怒られなかったけど、当時だったら多分怒られてたね。ね、多分そう、隠し通しました。覚えてない、でも何歳ぐらいか。あ、国曜かっこ弱い人さん、ピンクマンありがとうございます。うん、イオンって言ってもね、結構家からイオンは離れてるんですよね。結構トンネル通ってとかって、歩いて行ったらかなりの距離だから、まあ、自転車で行ってもちょっと距離あるから、うん、ね、トンネル、なんかトンネルを一回自転車とかで通ったことあるんだけど、めっちゃ怖いよね、音がなんかすごい。トンネル通ってて本当にこのトンネルって終わりあるのかなって思い始める、トンネルを通る時。なんか後ろから何かに追われてる感覚になる、怖い、すごく。うん、だからまあトンネルは通りたくないですね、車でしか。うん、森も怖くないですか？いや、森も怖くないですか？いや、森、なんか森みたいな公園みたいな感じの場所があるんですけど、私の地元に。全然それはね、心霊スポットとかじゃないんだけど、なんかそうで、結構景色はめっちゃよく見えるみたいな場所があるんだけど、なんかその街全体を見渡せるみたいな、どこに出られるなんか森みたいな場所があるんだけど、そこ行ったらめっちゃ毛虫いるの。だからそれで私はもう怖かった、すんごいの毛虫の量が。なんかスマイルマークみたいになってるさ、毛虫わかる？
可愛いとかって言ってる子もいるけどさ、スマイルマークの顔みたいのがついた毛虫、多分ね見たことあると思いますよ。わかる？あれがめっちゃいるの、気持ち悪い。なんかそのスマイルマークが可愛いみたいにみんな言ってて、どこが可愛いのって思うんだけど、めっちゃ気持ち悪い。すごいいっぱいそれがいて、もうその森はあんま行きたくないって思いました。はい。でも景色はいいっていう景色はいいんだけど、その季節による。うん、ね、よく絵本の中とかだとさ、草むらとかその森の野原とかで寝っ転がって空を見上げようみたいなのあるけど、なんか虫大丈夫って思うあ、カントリーアットマークなぎなぎ中さん、ピンクマいっぱいありがとうございます。ピンクマいっぱいもらいました、ありがとうございます。カントリーさん、順位が明日上がってますように。うん、小学校の頃の黒歴史、学生時代の黒歴史、黒歴史か、なんだろうね、ちょっと思い出したら喋るわ。コーヒーミル375アットマークなぎなぎ中さん、ピンクマ10個ありがとうございます。ガオー。恥ずかしかったこと、いや恥ずかしかったことって多分いっぱいあるんだけど、なんか思い出せない。何で恥ずかしかったんだろう。いっぱいあるはずなんですけど、初期はなぎちゃん好戦的やった気がする。好戦的、好戦的って何ですか？トゲトゲしてる、トゲトゲしてる、トゲトゲしてたかな。コメント欄とかと戦ってたっていう感じ。そう、なんかコメント欄と戦ってるつもりないんですけどね。
でも私はライバルとか作りたくない主義の人なんで、なんだろう、うん、うん、穏やかなイメージしかない。そうですね、私は穏やかです。穏やか、うん、そうだね、まあ、めっちゃうるさいとかじゃないし、まあ、はい。勝手にライバル宣言されて超困ってた時期がある。え、そうなの？なんかライバル…やばい、今口回んない。ライバル視されるってなんか辛い、辛いっていうか、なんか生きにくいよね、なんか。わかる。明日の朝の配信、ちょっとね、まだ予定立ててないんですよ。ちょっと待ってください。でもそんな早くはしない予定ではいます。うん、でもね、明日ね、多分夜の配信あんまできないんですよね、ちょっとお仕事で。だからね、まあでも朝早くはしたくないなっていうのはちょっと正直な感想だな。さすがにちょっと5時台はやめておきたいなって感じはしますね。うん、朝やるとしても、まあ7時とか7時9時とかかな。みんなが見れそうな時間帯って、でもまあ6、7時、8時、9時はちょっと微妙だよね、平日だからね。うん、9時出社が多いんじゃない？ね、確かに。だからまあ7時ぐらいかな、明日配信。7時か7時半か、それか8時か、ちょっと、うん、そんぐらいの時間帯かもしれないです、朝の配信多分。うん、ね、7時8時台ぐらいです。ねえ、本当に星を集めなきゃ。やっぱりなんかちょっとずつ睡眠とるって寝た感じがあんましないよね。うん、なんか最近ね、そのやばい、配信遅刻するみたいな感じで目が覚めちゃうので、起きた瞬間にバッて携帯取って時間見るのが癖になっちゃって、そなんかね、でなんかその配信の1時間前に起きてるはずなのに配信しなきゃってこうやって準備してる時がたまにあるんですよ。
だからなんか、あ、自分怖って思いながらまたベッドに戻るんだけど、なんかね、そういうことが最近あって、何回か、あ、まだだったわみたいな。そうね、配信時間は多分毎日決めてるからだと思うんだけどね。じゃあはい、ランキング読みますね。13位はトカチンさん、ありがとうございます。12位はサンちゃんさん、ありがとうございます。11位はハーミさん、ありがとうございます。10位はマユナギさん、ありがとうございます。9位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。8位はメロンメロンさん、ありがとうございます。7位はケルビンさん、ありがとうございます。うん。6位はユータアットマーク茨城のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。5位はコーフィーミル375アットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。4位は3939天球さん、ありがとうございます。3位は国曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。で、2位は永井さん、ありがとうございます。1位はカントリーアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。はい、1時間配信したね。久しぶりの1時間配信だわ。なんか見てくれてありがとうございます、長い時間。まあ明日のスケジュールをこれから考えたいと思います。どうしようかな。ね、じゃあみんな寝てください。まあ寝る前にね、 TikTok 私更新したので、見てない方はぜひ TikTok を見てもらって、私ので、いいねとコメントをぜひよろしくお願いします。はい、じゃあそろそろ終わりたいと思いますね。まあ自動的に切れるけど。じゃあ本当におやすみなさい。お疲れ様でした。今日一日、また明日も頑張りましょう。バイバーイ。